赤市交通部は、かつて、兵庫県赤市市で、市営バスを運行していた同市の部署。2012年3月16日限りで運行を終了した。末期は、主に赤市駅と朝霧駅から名前団地との間を運行していた。独自の乗車カード、乗りたいカードを発行していたほか、山陽バスカード、神戸市営バス専用カードも使用できた。西日本旅客鉄道、 近畿日本鉄道が発行していた J スルーカードは2002年から2009年3月1日まで使用することができた。一方、スルッと関西には加盟していなかった。明石市では2010年3月の審議会において市営バス事業を2011年度をもって廃止し民間に移乗することを決定し2012年3月16日限りで全路線の運行終了。路線は 新規バスと山陽バスに移乗された。県内では、姫路市営バスに次ぐ公営バスの撤退となった。路線バス以外では、農立赤市工場の従業員輸送を自宅していた。こちらも、山陽バスに受け継がれている。富士江、岐崎線、三崎町線、車庫線、王子線岸センター線、名高線、朝霧線、朝霧線、朝霧線、名前線。 名前線団地内線団地内線井川谷高線2006年10月1日、新規バスと山陽電気鉄道に移管された。事業終了まで続く青色の塗装は1994年からのもので、それ以前は塗り分けは同じながら赤色の塗装であった。赤色で導入した末期の車両は以降に導入された車両に合わせ、後に青色に塗り替えられている。 ワンステップバスは1996年の日産ディーゼル製から導入が開始されたが、並行してツーステップも購入していた。2002年からはノンステップバスの導入も開始。この時の車両は三菱不走製の大型で、車体は純正ではなく、西日本車体工業製が選択された。2004年には貸切券用登録として再度ワンステップバスが、 日産ディーゼルで購入されている。車種メーカーは4社混在しているが、ほとんどすべてに西日本車体工業製の車体が仮装される。ただし日野は会社の方針もあって、初期の一時期以外は純正で導入していた。事業終了後は一部の車両が山陽バス、新規バスに移籍した。 赤獅子バス標準塗装の車両は上都先の標準塗装に塗り直されているが、時計台カラーの車両は移籍先でも同じ塗装のまま使用されている。2015年には山陽バスで赤獅子バスの末期の塗装を復刻した車両が走っていた。気仙沼市に上都され、都をバスの路線バスとして使用されている車両。ありがとうございます。